東北三大祭りの一つ、青森ねぶた祭り。今回はクラブツーリズムで行く青森ねぶた祭りの魅力に迫ります。ラッセーラーラッセーラーの掛け声がこだまする中、高さ5メートル、幅9メートル、22台の巨大ねぶたが東北の夏の夜を彩ります。まずはじめに、社団法人青森観光コンベンション協会専務理事、ねぶたの家ワラッセ館長、桜田さんにお話を伺いました。青森ねぶた祭りは、これはもともとが七夕祭りの風習の一環として、これ行われているものなんです。昨年ですけれども、約300万人ぐらいのお客さんがこの1週間の間に青森に来てくれるということですね。一番の見どころはやはりねぶたのこの大きな灯籠の素晴らしさ、美しさ、そして芸術性の高いその灯籠を見ていただきたいというのがまず一つ。それからそれを囃し立てるこの囃し方というのがあります。その囃しのリズム、これ約100人ぐらいで演奏するんですけれども、それをぜひ聴いていただきたい。そしてもう一つは、若い人たちも交えた跳人の人たちの躍動感の踊り、この三位一体が一緒になった青森のねぶた祭りを堪能していただきたいと思っております。クラブツーリズムでは、参加して楽しむプランとゆったり見るプランを選ぶことができます。例えば桟敷席なら、勇壮なねぶたをゆったりとご覧いただけます。さらにクラブツーリズムは、業界唯一青森市民ねぶた実行委員会に協賛していますので、桟敷席にはサービス満点。お客様の間近に迫る面付けや力強い回しなど、青森ねぶたの迫力を存分にご堪能いただけます。ではクラブツーリズムが協賛している青森市民ねぶたを制作した女性初の大型ねぶた制作者である北村さんにお話を伺いました。そうですね、ねぶたのまず下絵っていうか、構想からもう組み立て、色付けまで、そのトータルをやっていく仕事っていうのがねぶた師です。そうですね、こう下絵を描いている段階で、こう立体になるものを想像しながら作っていくっていう、それをこうできるだけ下絵通りに、イメージ通りに作り上げていくというところが難しいところだと思います。ねぶたというのは、大きさがもう縦何メートル、横何メートル、奥行き何メートルという制限があるので、その中でやっぱりいかにこう自分の表現したいものをそのイメージ通りに表現できるかという、そこが難しいところだと思います。ねぶたというのはこう運行してて、そのねぶた期間のこうにぎわいだとか、あと林のこう体に響いていくような、そういう感じを全体で感じながらねぶたを見ていただけると、すごく楽しめるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひ青森に来て、はい、ねぶたを見ていただきたいなというふうに思います。それではここで、実際に跳人として参加されたお客様に感想を伺いました。いやー、だって初めて来たし、楽しみにしてもう3年かかったの、ここまで来るのに。うん、やっと来れた。迫力あってすごかった。また桟敷席でご覧になったお客様にも感想を伺いました。もう大迫力で大満足です。すごく素敵です。もう感動しました。すごいんでびっくりしました。すごい迫力だね。やっぱり現場来ないとダメ。津軽っ子の短い夏にかける熱い思いがこの祭りにはあります。夏の夜を真っ赤に燃やす巨大なねぶたは、太鼓や笛、鈴の音が織りなす迫力ある囃子と躍動する跳人と相まって、青森の街を熱気で包み込みます。日本の火祭り、青森ねぶた祭りを体感してみてはいかがでしょうか。ぜひ青森さん来てけ。